イヴァン・ボフーンは、ポーランド・リトアニア共和国の軍人、ウクライナコサックの司令官、フメリニツキーノーランの指揮者の一人である。モヒリユ連隊の連隊長、カリヌイーク連隊の連隊長、並びに、パーボロチ連隊の連隊長を歴任した。イヴァン・ボフーンは、ウクライナの小貴族であるテオドール・ボフーンの家に、生まれた。父は登録コサックに属し、キエフ県で小さな地行地を有していた。 イヴァン・ボフーンも登録コサックとなり、ポーランド・リトアニア共和国の南部国境でタタールとの数多くの小競り合いに参加した。その後、反政府のパウリュークの乱とオストリアヌイーンの乱に加わり、ドン・コサックと共にアゾブの防衛戦に参与した。1648年にフメリニツキーの乱が勃発すると、イヴァン・ボフーンはボフダン・フメリニツキー率いるコサック軍に味方し、 チヒルイン連隊の百人隊長として、プロのコサックの遊撃隊を指揮するようになった。ランでは、ボフーンの軍事的才能が発揮され、彼は、フメリニツキーの親友という立場の相談役となり、1649年末に、モヒリーウ連隊の連隊長、1650年に、カリヌイーク連隊の連隊長に任命された。1651年に、ボフーンは、 ポジーリャ地方で活躍し、マルジン・カリノフスキとスタニスはフランツ・コロンスキが率いる、ポーランドの官軍と戦った。同年3月に、ボフーンは、ビーン・ヌイツヤを守り、敵の隆起兵を罠にかけて殲滅し、ポーランドの包囲軍を撤退させた。5月初めにボフーンのコサック隊は、ポジーリャ県の中心都市、カームヤネチとカームヤネツ以上を陥落させた。 1651年6月末に、コサック軍がベレステーチュコの戦いで惨敗を喫して、包囲された折、ボフーンは、臨時の統領に選ばれて、コサックの陣地を守り抜き、コサックの騎兵、砲兵とコサック軍の中枢を成すプロの不評を連れて、包囲脱出に成功した。ステファン・チャルニエツキ対イバン・ボフーン1653年3月に、イヴァン・ボフーンの遊撃隊は、 ポジーリャ地方のモナスティルイシチェ町で、ポーランドの国民的英雄とされるステファン・チャルニエツキの軍勢と激戦を行った。数で劣るコサック隊は、モナスティルイシチェを守り抜き、チャルネツキに傷を負わせて、大勢の敵軍を追い返した。その後、ボフーンは、フメリニツキーの息子ティモフィー・フメリニツキーを伴って、モルドバ公国への出兵に参加したが、 1653年11月に、ティモフィー・が戦死すると、ウクライナへ帰陣した。1654年に、1655年1月、オフマーティウの戦いの折に、ボフーンは、数千人のコサックを持って8万の敵軍から、ウーマニを守り、ポーランド勢へ、騎兵による奇襲をかけて、コサックモスクワ同盟軍を完敗から救い、合戦を引き分けに終わらせた。 1656年12月、ポーランドと戦ったスウェーデンとトランシルバニアを助けるため、母夫運の連隊は任命平マンのアンチーン、ジュダノービチが率いるコサック軍と共に西ウクライナに派遣され、スウェーデン軍と連携を取りながら、1657年前半中にクラクフ、ブレスト、ワルシャーの占領に参加した。1657年の夏に、 フメリニツキーが死去したことにより、コサック軍は中部ウクライナに帰り、ボフーンはポジーリャに帰陣した。後輩時代になると、ボフーンは、フメリニツキーの後継者であるイマンビホウシクイート。しかし、コサックの長老たちが、親モスクワ派と、親ポーランド派に分裂すると、ボフーンは、後者に加担せざるを得なくなり、パーボロチ連隊の連隊長として、モスクワの軍勢と戦った。 1662年に、ポーランド政府はウクライナでのフーンの影響力をなくすために彼をマルボルクに移し、マルボルク城で軟禁した。しかし、1663年にフーンが親モスクワ派のイバンブリホベーチクイート内通しているとの偽りの告訴によってフーンは牢屋に入れられ、1664年2月23日に、 ノーフォロドシーベルシクイーの周辺で処刑された。ウクライナの歴史学、文学、民謡などでイヴァンボフーンは英雄史され、ウクライナの首都キエフにある中央軍事学校が彼の名を記念している。ありがとうございます。